どうも、皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、主に2つのお知らせをさせていただきたいと思います。今この映っていたこのガズのわがままウクレレ。はい、これ薄レレですけど、このシリーズがですね、いよいよ、ご注文いただいたら即時発送できるということをお伝えしておるんですけど、このことに関してはまず1点なんですが、皆さん、まずですね、スマホとかパソコンでガズレレ公式ホームページ、ちょっといつもご覧になってくださってると思うんですけど、これ見に行ってください。今日はちょっとこの画面を見ながら、おしゃべりしようと思うんですけど、まずね、ここ見て、ここがですね、今回新たに、立ち上がったこのバナーとページなんですけど、ここにですね、ガズのウクレレたちのことを全部まとまってるんで、ここクリックしてみましてください。これスマホでも同じです。そうするとですね、ここの一番最初にガズさんが以前 YouTube で公開したそのことをお伝えしている動画が貼ってあって、この下にですね、リストがあります。はい。これを見るとですね、今、即座に買えるもののリストになってまして、ソプラノサイズ、コンサートサイズ、ピックアップありなしとか、それぞれのリストになってて、丸はまだ、ご購入、即購入が可能でございますと。で、三角はもうちょっとでなくなっちゃいますよ。バツっていうのは、もう今、売り切れ状態ですよという感じで分かりやすくなってるんで、ここを見ていただくと、今どんな感じかなっていうのは分かってくださると思います。ちなみにこの、バツがついてる品切れになってるものも、今はちょっとあれなんですけど、来月の、要は、2月の、頭ぐらいにはまた再入荷があるので、このページで予約できることにもなっておりますので、このページぜひご活用してくださいませ。で、重ね重ねですけど、ガズの、わがままウクレレと、薄レレに関しては、この即発送、あとは初めてウクレレ。で、セミオーダーとガズモデル、いつも動画で使っている、ガズモデルとセミオーダーに関しては、まあ、予約注文になってるんですね。で、もう一点のお知らせとしては、こっちがいいですよ。セミオーダーというのがガズレレ、Gラボのウクレレにあって、セミオーダーっていうのは何かというと、世界で一本の皆さんがお好みのウクレレを、組み立てて、組み上げて作っていくという、そういうサービスがあります。で、どこにそれあるかというと、先ほどのガズレレ公式ホームページのトップページ見ていただいて、また戻ってくださいね。じゃあ、こういうふうにバナーがいっぱい並んでるんですけど、まずね、どんなのがね、どんな人がどんなウクレレを今までオーダーしたのかなっていうのがわかるのが、ここです。Gオーダーギャラリー。これ、スマホでもこのバナーになってますんで、ここをね、こうクリックしていただくとですね、クリックすると、はい、もじゃくっつくん、Gラボのマスタービルダー、もじゃくん、じきじきに、このウクレレをこうやってオーダーがあって、こうやって作られてますという説明をして、いる動画が出てきたら、この写真でね、これお客さんがオーダーしてくださったものなんですけど、こんなのができましたみたいな感じで、説明があったりしますよ。ここすごく面白い。あ、私だったらどうしようかなみたいな感じになっております。で、興味がある方は、この G オーダーというところに行っていただくと、いろいろここのページではですね、こうもう選べるようになってるんですよ。この色も選べたりとかね。で、ここを選ぶことがですね、皆さん、やっぱりわからないっていう方はすごく多くって、なんか興味あるんだけど、何を聞いたらいいのかさえもわかんないっていう声もすごく多数いただいてるんで、今回ですね、このトップページに新しく、ここが追加されております。これ見てください。読んで字のごとく、ウクレレオーダー相談室となっております。はい。ここのページでですね、なんと、セミオーダーを作ってくれる、ベトナムにいるモジャ君、じきじきに、ズームで対談しながら、何でもどんなことでも質問に答えて、いきますよという、そういうサービスが始まっています。で、このページに今ジャンプしてみると、このカレンダーがありますね。これね、1月30日までの、この期間の間で、今回ちょっとその相談時間を、予約することを予約できますよというふうになってます。これちょっとね、興味ある方、もうどんどん応募して、もじゃくんに直接いろいろズームで聞いちゃいましょう。もちろん、無料でございまして、当たり前ですけれども、これ相談したからって買わなきゃダメだよってことはないんですね。はい。でですね、この動画、この案内の動画の一番最後に、もじゃくんが、お客さんと相談している動画も、ちょっと短いですけど、どんな感じでズームで展開されてるかっていう映像もちょっと貼り付けとくんで、一番動画の最後までご覧になってください。で、ちなみにですね、ここのページではですね、セミオーダーの他にも、わがままウクレレやウスレレのことについての質問は、最終チェックを日本でしてる吉本さんが、答えるということで、どっちにしてもどんな質問にもここで答えられるよというサービスになっておりますので、ぜひこのね、機会にいろいろこう聞きたいことをまとめて、ズームで、聞いてください。これはね、なかなかすごいサービスだなというふうに思います。ウクレレのこと皆さんね、やっぱりいろんな、質問とかきっと あると思うんですよね。音色ってどうなるのかな、このピックアップってなんだろう、フレットって何が違うの、そんなことすべてお答えできるようなシステムになってます。はい。今日はその2つの
お知らせをさせていただきました。で、一応ざっとご紹介したいんですけど、これせっかくなんで、今日ガズレレ公式ホームページのトップページですけど、どんなこと書いてあるのか。はい、ここはね、もう皆さんご存知のように、YouTube 完全ガイドとかね、初めての人ここから始めてよっていうふうに書いてあるんですけど、ここのページはですね、ガズのわがままウクレレ、さっき映して、いたこのね、ガズのわがままウクレレたち、これがどんなコンセプトで、どんなね、こだわりを持って作られているかっていうのは、このクリックするとここに出てきます。はい、これはもともとクラウドファンディングで皆さんのね、力と共にこう作り上げたということで、そんなことのストーリーも書いてあったりするので、これぜひね、読んでいただければと思うんですけど。はい。あとはですね、ここ、初めてウクレレ。これはリーズナブルで、これもね、今即発送になってますんで、こっちもすごくいいですよ。これも細かい説明があります。で、ここに書いてある、薄レレ。こちらも今ね、ガズレレではすごい、皆さんにご支持いただいてる、すごい薄いのにめっちゃいい音がするよということで、これもね、詳しい解説がここに書いてあります。こだわりをどのくらい持ってるのかということが書いてあったりとかしますと。なかなかね、この、いろいろこのトップページ面白いことになってるんですよ。で、ここがですね、はい、ガズレレグッズ。ここはですね、ウクレレとかじゃない、ストラップとか、ね、これ小杉さん、前ハニー、今カメラ撮ってくださってるのね、ハニーさんですけど、ハニーさんのハンドメイドになってます、一点物です。これとか、このガズレレ水引き、こちらをガズの両親が全て一個ずつ作っているハンドメイドのものになっております。こちらのご案内、カラフルですよね。あとこんな方なサイン本とか、トートバッグとかヘッドカバーとか、これキャップも売ってますからね、トートバッグ、T シャツ。こんなのをね、こちらのページにご案内があります。トップページに結構凝縮されてるんで、ぜひもいろいろご覧ください。ガズクラブのご案内があったり、あとこのザ・ミッションっていうのは、このガズレレと G ラボのウクレレを作ってる G ラボの、リーダー。代表の上田さんのこのブログ、これめちゃくちゃ面白いんでね、ぜひご覧になってください。まあ、ガズレレ公式ホームページ、たまにはこのいろいろなバナーをクリックしていただいてね、いろいろ見ていただけるとすごい嬉しいなというふうに思います。そんな感じで今日はね、二つのお知らせをさせていただいたんですけど、これからもね、毎日毎日ガズレレ YouTube で、日々レッスン動画、楽しいレッスン動画上げていきますんで、これからも楽しんで一緒にやっていきましょう。でですね、この動画のこのすぐ後に、もじゃくんがね、お客さんと対談してる、いろんな質問に答えてるワンシーンを貼っときますんで、ぜひ、この後もちょっとご覧になってください。それではその動画ご覧になってください。今日は見てくれてありがとう。さよならバイバイ。言われると、ちょっとそこはこう疑問があるところで、一応その傾向にはあるよというのは間違いないので。フィンガーボード、そうですね。やっぱ単純に見た目の豪華さっていうのがあるので、ちょっと 見た目良くしたいとか、そういうところで選んじゃっていいと思いますね、うん、だからまあ豪華な、まあ、本当にこれからもう、 こう一生この1本ではないかもしれないですけど、この1本はずっと引き続けていくよっていうものだったら、まあ、エボニー黒炭にしても全然。